どうもいらっしゃいませ、古着屋しみのしみです。本日は古着屋しみ特別編です。なんか僕の先輩が絵を描いている人なんですけれども、その人のお家に突撃したいと思います。結構僕がすごいって思うような絵を描いてる人のお家です。なんかその人のお家とかももう完全に普通じゃないんで、普通じゃないっていう言い方は僕嫌いなんですけど、大多数の人のような感じのお家ではありませんので、これはなかなか面白いんじゃないかなと思って突撃してきます。その人もすごい面白い人で、絵もすごい素敵です。それでは行ってきます。古着屋しみ、今日はね、今行くのは僕の先輩のお家なんだけど、もうね、すごいの。なんかね、絵の具とかすごいんですよ。しかもね、描く絵とかも、なんだろう、もうね、バンって感じですごいんですよ。僕には全くないところです。すごい大好きな先輩で、多分みんなね楽しめると思いますんで、いいんじゃないかなって思ってます。すごいね、人も良くって本当にいい人で、僕は本当に大好きな先輩なんで、ちょっと楽しみです。ということで、本日も車で向かっております。現場付近に到着しました。向かいます。ウキウキしております。行ってきます。アッキーさんです。どうも、はじめまして、アッキーです。ちょっと皆さん、これすごくないですか。めちゃめちゃすごいんですけど、この絵とかも超すごい。これ途中ですか。これ、そうですね、もう大体仕上がって、あと周りの汚れ取ったりとか、口をちょっと抜いたりとか仕上げるぐらいですね。へー、これ何なんですか。まあ、知ってるか、ラップ好きな方とか知ってるかと思うんですけど、これあのビギー・スモールス、もう亡くなったあのアメリカのラッパーなんですけど、あの僕ラップ系大好きで描いてみました。すごい。ちなみにアッキーさんはこんな感じの絵を描いている方で、僕の先輩です。インスタグラムで絵は見れますので、お好きな方はチェックしてみてください。そんでもって、今回は僕のご利用しで絵を描いているところを撮らせてもらえるということになりました。ご覧ください。じゃあ作業進めておいていただいて、僕は物色していっていいですか。なんかこのデスクの周りにもなんかすごいおしゃれな絵とかあります。すごい好きです。これいつも使ってる絵の具ですか。そうです。スプレーとインクと、これ何なんですか。アクリル。そうですね、アクリル絵の具ですね。ちょっと僕にはどういう風に使うもんなのか大体わからないです。すごいなっていうのはなんか感じ取れます。これ誰ですか。この上の2つ、それ左はあのマリリン・モンロー、右は特に誰っていうのはないんですよ。イメージですか。イメージですね。すごい。そういうイメージって どうやって湧いてくるんですか。なんか、ふわっと頭の中に浮かぶものなんですか。まあ、基本その興味があることというか好きなことを、はい、っていうか、まあそうですね、そういうものを描くことが多いね。そうじゃない普通だって、描きたくないものというか興味のないものを描かないでしょ。はい。でもなんか、あれです、あのオーダーとかもらって描く場合もあります。あのなんかこういう感じのちょっと描いてとか、まあそんなに絵うまくないんですけど。これうまくないって言われたらもうなんか泣いちゃう人結構いると思います。あのなんかめっちゃ素敵。白い紙に鉛筆渡されて、じゃあ今からこの写真の動物を描いてくださいとか言われるやつはすごい下手くそだと思う。あ、デッサンってやつですか。デッサンでもそうなんだ。あのなんかちゃんと勉強 したりとか、そんな最近ちゃんと勉強しだしてきたぐらいなんで、はい、あの もともとただ好きで描き始めただけで、そうなんです。あの美大とかも行ってないです。すいません、これ僕が急遽絵を描くところが撮りたいですって言って無理を言って準備してもらってます。でその準備していただいてる間にいろいろなんかちょっと見ていければなっていう感じです。この道具とかもマジ何に使うのか大体わからないです。やばくないですか。こういうのって何で学ぶんですか。やっぱり YouTube。 へー、 YouTube の力は大きいね。クリエーションのシチュエーション、
いろいろこのアクリル絵の具に、はい、このあのメディウムっていうのがあって、まあ、いろんな効果を出してくれるものなんですけど、うん、分量とか適当サイド。初めてに近いですね。あ、そっか、いつも音楽かけてるっすもんね。ガンガンね、こう、あ、そうっすね、音楽かけてお酒飲んで、うん、飲みながら書くのが僕のスタイルです。楽しく楽しく楽しく東京ドライブ。クリエーションのオペレーション、超すごいです基本的になんか絵を描いたりなんか音楽を作ったりする人って本当にすごいなって思うんですけど、僕にはできないことなんで。一緒でしょ、だって動画作ってるじゃん。ちょっと形は違えど完全創作じゃないですか絵って。動画は割となんか僕パクってますもん、アニメとか映画とか。いやでもさ、うん、だって俺もパクってるもんやっぱこれなんかの本かなんかで見た、まあ受け売りなんですけど、はい、やっぱあの有名なピカソとか、まあ、ピカソか誰か分かんないけど、はい、そういう人たちも駆け出しの時というか、やっぱ最初はやっぱこう真似かな。ああまあそうっすよね。でそこからやっぱオリジナリティがこう一つの出来上がった作品っていろんな、もうすでにいろんな技術だったりとか感性がその作ったアーティストのあれが込められてるとか、やっぱそれコピーするところ、コピーというか、まあまあでもそうですよね、わかります。まあ、そういうところからまあ必要な知識だったり技術だったりとかもやっぱ上達してくれるので、ね、まあ大事だと思いますよ。まずできない人はパクリからっていうのは大事です大事大事。東京ドライブ、この道を山手通りと言います。もうすぐで中目黒です。クリエーションのノンフィクション。ちょっと今すごいミッキーが現れたんですけどあのプチプチがかかってるのは売れたやつってことですか？そうです、あのもう倍5倍焼きいただいて、あと今ちょっと最後の直しというか、はいはい、あのかっこよく仕上げてというところだね。へえ、え、それどんなやつなんですか？え、これはあのUFC っていうあのアメリカの格闘技があるんですけど、はい、階級ちょっと忘れてたんだけどチャンピオンですね。コナー・マクレガーっていうアメリカの UFC の名前は聞いたことある。へえ、を描いたものです。え、それ書いてくださいって言われたんですか？いや、これは結構前に書いて、ちょっと西麻布の方のバーとかに飾ってもらってたんですけど、あのちょっと欲しい人が現れてありがたくお買い上げいただいた感じですね。すごい、僕もお金持ちになったらあ、ぜひぜひ買いたいですね。ぜひ買ってください。まあ、絵があるといいっすよね。絶対いいと思います。え、これなんか借りたりできるんですか？僕の部屋に飾っとく。あ、全然持ってってください。マジっすか？全然、なんか大きいのがあれば。え、それ本気ですか？全然全然飾っといてください。定期的に書いてもらっても、あるものは。とりあえずこんな感じで、とにかく凄まじいです。僕が出発の時にウキウキしてた意味分かりましたかね？伝わりましたかね？とりあえず何を借りたかっていうのはお家に帰ってからみんなに自慢します。飾ります。東京ドライブ、ここが中目の駅です。ウィー、ほら左手右手中目の駅です。通過します。ショーメル、ちなみにアッキーさん T シャツも作ってるんですけど、それも全部手作りなんですよ。 T シャツってどうやって作ってるんですか？ T シャツは、うん、あれシルクスクリーンというか、違う方法でも作ったりもできるんですけど、うん、ちょっと行き着いたのはシルクスクリーン。へえ、まあ昔ながらのこうさするっていう。その機械が
これなんですよ。これ皆さん見たことあります？ T シャツ作る機械。僕初めて見ました。あ、これです。これでこのままちょっと半をあの作ってこれちょっと今もう作ってこれインクは特殊なインクでこれもう熱を90度かななんかの熱を加えないとこう固まらないインクを使ってるんで、はい、これで吸った後に熱を加えてこのインクを硬化させるという方法です、ね、その T シャツもですか？これもそうです。まあちょっとこれも洗濯して薄くなってきちゃってるんですけどこれですね。これちょっとあれ大きさ違うけどこれがこれです、うん、要はその T シャツを下に置いてこれを上に置いてそうこうやってインクつけてこうギュッてこう押し出すっていう、うんうん、古着屋シミ T シャツ作って売ったらいいんじゃないですか？古着屋シミ T シャツね、はい、僕利益いらないんです勝手に作って勝手にもらって全然大丈夫です。古着屋シミってはいかっこいいやつ。どうなのよ欲しい人いるの？欲しい人いますかね？欲しい人いますかね？いるっていう人はなんかコメントとかで書いていただければ僕に利益は一切入らなくて全部芸術活動にそのお金は投下されます。マジですごい、ね、僕にはいらないです。その企画すごいね、うん、僕著作権とか肖像権とか一切放棄しますいらないです。まあタイミングがあればそうだね機会があれば全然、うんうん、はい、戻ってきました。暑い。なんでこんなさ、季節なのにさ、こんな暑いんだろうね。想像以上にハイパーだったでしょ？伝わったかな？俺のカメラが下手っぴーだからさ、伝えられたかってちょっと心配なんだけど、本当にすごいんですよ。僕はあの人の絵が大好きです。よくないですか？すーげーダークな感じ。じゃあ、見せますね。借りてきたやつ。ドーン！よくない？これはね、なんかね、抽象が、なんだって、なんかそれぞれになんか深い意味はないというか意味を持たせてなくてなんか頭の中にあるイメージをそのまま描いたって言ってた。よくない？これ家にあると結構テンション上がるでしょ。これどこにかけたらいいかな？ここかな？ここにします。おい、いいでしょ？なんかさ、ちょっと窓に近すぎちゃうとさ、なんて言うんだろう、日焼けしちゃうの怖いなと思ってここら辺にしました。よくない？なかなかああいうことをやってる人の家に入って見れることないと思いますんでこれはなかなか良き絵が撮れたのではないでしょうか。そんなこんなでちょっと普段とは違う感じですけれどもこれにて本日の動画は終了です。それでは古着屋シミでした。もうこの動画が面白かったよっていう人も見てない人もめっちゃつまんねえしキモいしブスだしねよっていうやつもいるかと思いますけれども全部ひっくるめてチャンネル登録をお願いいたします。泣いて喜びます。よろしくお願いします。